ワン、ツー、スリー、アドゥー。どうも、山です。小玉です。さっ！ということで、今日は、この、サッカーを経験したことない二人と対談してみたーい。はい。まず、軽く自己紹介をしてもらいたいと思います。どうぞ。僕は元柔道部の小玉です。サッカー大好きで入りました。お願いします。小学1年から高校3年までずっと野球をしてきました。佐藤です。よろしくお願いします。イエーイ。ということで、サッカーをしてない人たち、してこなかった人たちにちょっとビーチサッカーのどういうとこが面白いかっていうのをちょっとね、聞いていきたいとね思いますね。誰や、聞こう。まず、まあ、未来さんちょっと気になってると思うんですけど、ビーチサッカーで楽しいのってところからね、話してもらおうと思います。やっぱビーチサッカーってちょっときついとか、砂浜で走ったりするんでっていうイメージがあると思うんで、ちょっとその辺を聞いていきたいと思います。どうですか実際。まあ、結論から言うと、まあ、楽しいですね。どういうところが。やっぱ、まあ、ビーチマジックとかがあるんで、やっぱ適当に蹴っても入る確率はゼロじゃないと。とそういうのと、やっぱオーバーヘッドかっこいいですよね。ああね、俺とかね。はい、タイミング。ともや、ビーチサッカーの面白いところ5つ。はい。1個目は、まあ、僕キーパーしてるんですけど砂っていうとこもあって、まあ、飛び込みやすいというのが正直面白いなって思いました。はい、2つ目。はい、2つ目は普通のサッカーよりも全然小さいコートなんで、うんうん、まあ、初心者ですけどちょっとは、あの、覚え、ルールとかを覚えやすいかなとか、いろいろやりやすい部分はあります、うん、はい、3つ目はオーバーヘッドとか、その華麗な技を決めたりとか、そういうところもいいなって思いました。じゃあ4つ目は、まあ、普通のサッカーと違って浮かせながらパスをするとか、ノーバンでパスをしてそのまま蹴ってシュートするっていうところがあって、まあ、綺麗に決まったら、まあ、おーってなったりとかするので、それも魅力かなって思います。はい、折り返し5つ目。最後はみんな走った後ってデコボコしてるから、それこそさっき一世が言ったようにビーチマジックがあったり、その走った足跡で跳ね方が変わったりするから、そういうのも面白いなって思います。はい、以上がね、2人のサッカー未経験者が語るビーチサッカーというものでした。この2人、なんでサッカーしてないのに入ったかっていうと、結論から言うと俺が無理やり入れました。で、ここの3人の共通点って学校が一緒なんですよ。年齢俺の2個下だけど、学校一緒で同じ学年で同じクラスっていうのが共通点で、まあ、そこで学校で仲良くなって、こいつらならやれるんじゃねって思って無理やり入れました。まあ、めちゃくちゃ楽しんでやってもらってるんで、めちゃくちゃ感謝はしてますけども、まあ、俺らも初心者なんで、ビーチサッカーに関してはサッカーは、まあ、10年以上やってきてるけど、ビーチサッカーに関してはその試合経験ももうほとんどないので、まあ、サッカーしてる人だけの考えじゃなくて、この2人もしっかり試合に出ないと回らないので、ビーチサッカーは総力戦で、やっぱり入ってくれたからにはやっぱ試合も出たいと思うし、最近伊勢に関してはスタメンで出てくれてるので、頑張ろうな頑張ろうな。